BJ リーグ2010から11は2010年10月16日から2011年5月22日まで日本各地で行われたバスケットボールプロリーグである。2010から11シーズン参加チーム2010から11年度シーズンは10件以上の新規参入の打診があり、その中から秋田県、神奈川県、島根県、宮崎県の他一団体の 警護団体が正式に申請を行った。審査の結果、2009年5月27日に秋田の参入が発表された。残る4団体も6月中に審査を行い、8月に島根と宮崎の参入が発表された。2010から11シーズンでは、16チームが以下の2つにカンファレンス分けされた。ホームアウェイにより、 同一カンファレンス所属チームとは4回戦、または6回戦争あたりで、別カンファレンス所属チームとは2回戦争あたりで、合計52試合を行う。順位は、各カンファレンス内で52試合の勝敗等により1位から7位までの順位を決める。そして、レギュラーシーズンでカンファレンス上位がプレーオフに進出。なお、東日本大震災のため、東カンファレンスの仙台、 埼玉、東京は途中出場事態となった。また秋田、新潟も一時活動を休止していた。その後4月1日に BJ リーグより成績についての説明があり、活動休止の仙台、埼玉、東京については休止決定時点の成績をそのまま最終成績とした上で、プレーオフに自動的に進出する残り4チームは勝率順に順位をつけて、 セミファイナルの組み合わせを決定した。東日本大震災による一部チームの活動停止などの影響で、チームごとで消化試合数が異なる。緑色がプレーオフ進出。一勝一敗のため特殊点差により、浜松、東三河フェニックス優勝。田ナ直人、青木浩平、マイクベル、ジュリアス・アシュビー、畑野和也、沢口誠、仲間淳平。 ウェイン・アーノルド・ブライアン・ハーバー・ジェフリー・パーマー、情報・ただし、石崎・匠、リン・ワシントン、ウィリアム・ナイト、ジェフ・ニュートン、コンノ・ショータ、タケダ・サトシ、マット・ロティック、清水・太フトシ,シ・マイキー・マーシャル・ウェンデル・ホワイト・マイケル・パーカー。ありがとうございます。